ち寄せる波をずっと一人見つめてた。何も知らずに、そうよ期待に応えたい。でも気づけばいつも海に来てるの。どの道を進んでもたどり着くとこは同じ。許されないの憧れの遠い海、空と海が出会うところはどれほど遠いの。追い風受け漕ぎ出せばきっとわかるの。どこまで遠く行けるのかな。そうね、みんなとても幸せそうだわ。それはわかるの。自分の居場所があるのって本当素敵なことよね。この道を進んでく、望まれることは同じ。でも心に響くのは違う。小野寺まさみでした。